新潟がバカになってしまいました。それではそんなニュースを、新潟県若者が朝に米を食べなくなったのはアニメとかで遅刻しそうな中継が食パン加えてるということで、代わりにおむすび加えさせたろという、このね発想で、今お米をね PR する動画をね、まあ新潟県から発信してみると、そうはならんやろどうした、疲れてるなら疲れてるって言ってくれないと、おばちゃん飲みに行くよ、一声かけてくれれば多分広告代理店にこういう気合いすればお米食べてくれる人増えるかもしれませんよって言ってさ、お願いいたします、あ、いい案じゃないですかってポイポイ進んで、まあこういうことになってしまったと、そんな感じするんですけども、お金の使い方もうちょっとまともなことに使ってくれがってんじゃないのかなこれね、いろんな人がね、なんかツイッターとかでさつぶやいたりとか、あと動画にコメントしたりとかいろいろあるんですけども、99.9% の人がね、共感しないと。だって、パンですら加えて歩いてる女の子今いないよ。ましてお米って。ちょっと、疲れてるなら疲れてるって言ってくれないと。おばちゃんに一言言ってくれれば、一緒に居酒屋で、ねえ、なんか、大五郎はコンビニか。なんかねえ、まあ、お酒飲みながらさ、ホッケでも食べてあげてたのに。疲れてるの言ってくれないと。あ、そういえばね、ミス日本コンテスト男性募集もね、なんか模索してるらしいよ。ジェンダー平等時代で生きようっていう話なんだけども。だからね、男性参加の可能性にもね、言及してて、ね、前任の、私の母の時にも、ミスター日本ができたらいいねという話もありました。ミス日本は美人コンテストではないんです。広い意味で成長と育成のコンテストなので、女性だけに限らなくてもいいのかな。そういう広がりも、もし可能性があったら、あるんじゃないでしょうかと前向きに話した。イケメンのコンテストあるじゃない。あれはどうすんのじゃ。じゃあもう、めちゃくちゃになるわよ。雷神とは別にディープも始めるってことなのかしら。もうね、何でもかんでも平等平等って。本当にね、ジェンダー平等をね、訴えるなら、おばちゃんね、女性のみんなね、パンチパーマかけてほしいと思うのよ。なんでかっていうとさ、ボンジョビのさ、ドーム公演行った時にさ、女性のさ、トイレのところさ、いっぱい人並んでたのよ。で、ああ、女の人は大変だなと思って。で、おばちゃんさ、ちょっとチッチしようと思って入ったらさ、ああ、出る出るって言ってさ、パンチパーマかけておばちゃんが入ってきたのよ、男子トイレに。それ見てさ、なんか、違和感なかったのよ。パンチかけてるとね、女性の人はなんか、あ、いいんじゃないかって。かけてなくても、もう我慢できなければ入ってきてもいいと思うのよ、おばちゃん。でもその時さ、本当になんていうの、風が通り過ぎた波にさ、したいんだな、みたいな。だからみんなね、パンチかけたらどうかしら。だって、おばちゃんの横にさ、そのパンチかけたおばちゃんが立ちチッチしてても違和感ないもん。これこそ本当に平等だと思うのよね。で、その時ね、男子トイレに何人か男の人いたけど、おっっていうぐらいしか反応なくて、あとは、まあ、おばちゃんいいんじゃないっていう、そういう感じだったね。だみんなパンチかけてないかしら。あ、それでね、お土産売り場でもね、パンチのおばちゃんと一緒になったのよ。娘さんとかさ、お孫さんのためにいっぱいいろんなの買ってた。おばちゃん大変だのね。
すごく大変だと思う。でもね、始まったらすぐ塗ってたわよ。もしさ、男子トイレにさ、ジョン・ボンジョビがさ、立ちチッチしてるとするでしょ。で、パンチのおばちゃんが横に並んで立ちチッチするじゃん。で、あ、ジョン、サインちょうだい。あ、いいよいいよって、こんなね、普通に会話できると思うのよ。うん、おばちゃんの横にさ、その、何、パンチかけたおばちゃんがさ、何、立ちチッチしててさ、あの、お土産売り場、あの、ジョン・ボンジョビの下敷き全然ないんだけど、買えたって。いやー、うん、僕も買えなかったっすねっていうか、買えなくてにできると思うよ。だからみんな、茶筅でみんなさ、パンチにしてみたらどうかしら。うん、おばちゃんすごくそれおすすめするんだけど。ガツオ、近所にやべえ駐車場見つかる。一応もうおばちゃんさ、車の免許も持ってるけどさ、こ、う、す、ん、る自信あってよ。こするどころか、バコっていくわ。これ、何止めた人ヒロミ？ヒロミ行くかな、これ。わ、すごい。おばちゃんね、縦列駐車がすごく苦手なのよ。なんかもうみんなスイスイさ、やってる人とか見ると、わ、かっこいいって見とれちゃうんだけど。前にね、あの、秋葉原のドンキ近くでね、もうセレブの女性みたいなね、もうそういう着飾ったお姉ちゃんがね、なんかバックで入れようとして一回ぶつかって、あっつって前に出るんだけど、ハンドル切って横こすって、あっつってまたどん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 、あの、ぶつければぶつけるほどテンパっちゃってね、車ボコボコになってさ、BMW。おばちゃんはでも縦列がほんと嫌いだな。あ、そういえばね、今ね、フランスで流行ってる15秒でね、磨ける歯磨きがね、すごいらしいんだけども、なんか便利だって言うんでね、もうみんなすごく飛ぶように売れてんだって、本家のフランスでは。で、日本の仕方でね、実際買って、やった人のね、意見全く磨けないと。ね、それでそうでしょ。これどう、どう、この隙間のとこだけチュ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 ってずらして磨くぐらいしか、磨けないでしょ。奥とか裏とか。これは、フランスはバカになってしまいました。フランスはとてもバカに。いや、これもう見るからに無理よ。絶対奥とかブリじゃない。いや、でもね、オフランスではすごくね、飛ぶように売れてるみたいよ。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。